で、楽天が注目したのは、 tbs の株式っていうのは、その設立の経緯からしてまあ5、5%以上持ってる株主がほぼいないんですよね。株主がばらけてるんで、それをこう、せっせと市場で買い集めて、で、大量取得したんですよ。で、買収したいと申し出たんです。っていうのが tbs 楽天買収騒動っていうのがありましてですね。で、その前に、だからそのフジテレビを買収しようとしたライブドアの話もあり、テレビ民放連っていうね、テレビ局の団体が政府に働きかけをして、 放送法を改正しましょう。というので、認定放送持ち株会社制度っていうのを作って、で、その認定放送持ち株会社になると、3分の1以上の株式を単独株主で持てないというルールに変わったんですね。で、それで楽天はギブアップして、株式を売却したんです。結局、楽天の三木谷さんも失敗したと。テレビ局の売買収に。まあ、後出しじゃんけんみたいなもんですけど、テレビ業界ってのはそれだけ政治力が強いってことですね。 それは TBS も例外ではなかったと。なんか、三木谷さんスキャンダル調査部隊っていうのがあることを知ったんですよ。つまり、はい、買収されないように調査をすると。調査をして三木谷の荒を探せみたいな。TBS が調査部隊を作ってたんですよ。俺、まさかそんなことまでしてねえだろうなと思ったら、うんうん その、なんていうの当時、なんかライブドア対楽天みたいな図式もあったりして、なんか敵の敵は味方だみたいな。よくわかんない理屈で、その TBS の人が近づいてきて、こういうことやってんですみたいな。ってことは、フジテレビにもいたんだっていうそういう人がされてたんですよ、多分。あいつのなんか荒を探せみたいな。で、それを検察に言ったりしてたんだと思いますよ。で、テレビ局、そういう情報調査部隊の狡猾なところって何かっていうと、記者の名刺を持ってるんですよ。 だから TBS テレビの記者っていう名称を持ってるわけで。で、取材です。テレビの取材なんですって言ったら、大体受けるじゃん、みんな。あの、僕が受けるんじゃないよ。だって俺が受けたらバレるじゃん。周りの人に聞くんだよ、それ。で、どういう人に取材をするかっていうと、うはい、辞めた役員とかに取材をするんですよ。 で、そういうのは、だから、編成局なんですよね、所属はね。編成のそういう特殊部隊みたいなのがいるんですよ。でも名刺は記者の名刺なんだけどね。で、そこに一番優秀な人が入るんですよ、テレビ局って。あ、やっぱ頭がいいやつが入るんですよ。 で、そこでやってる仕事は取材でも何でもなくて、ライバル企業の悪いネタ探しだったりとか、あの、総務省の人を接待したりとか、あの、電波をね、あり当てる監督官庁は総務省なんで、総務省とべったりしたりとか、そういう仕事をする人たちが実はテレビ局で一番優秀な人がそこに行くんですよ。番組制作でも何でもないんですよ、実は。 放送法を改正したりするのもそういう人たちの役割だから、総務省にこんななんか楽天みたいな会社がテレビ局入ってきたらまずいですよっ、つって。で、こう圧力をかけるというか、動かすとかね。そういうことを多分やったんでしょうね。皆さんご存知の通り、芸能界、最近はですね、経済界もなんか揺るがす勢いのガーシーですけれども、あの、NHK 党から参議院議員選挙になんと日本に帰らずに、中東からですね、立候補するっていう、日本に いないのに国会議員になってしまうと。え、それ大丈夫なんですかっていうふうなことをですね、NHK 党の立花党首に聞いてみたらですね、大丈夫ですと。秘書を通じて質問主意書というのを投げるとですね、国会で取り上げざるを得ないと。そうするとですね、芸能界の闇みたいな、経済界の闇みたいなネタがですね、もう国会に出ちゃうんですね。で、国会出ちゃうと多分マスコミとかも取り上げざるを得なくなる。 僕もまあ、そのガーシーのネタではないですけれども、芸能界の方とか、政界の方とか、政界はそうでもないんですけど、経済界の方ですかね。ええ、まあ、結構やんちゃをやられてる方々がえいらっしゃってですね、うん、これはちょっと違法なんじゃないか、とか、うん、みたいなことをやられてる方々も、ちらほらと、まあ、見聞き、まあ、聞くこともあれば、まあ,あ、の当たりにして、うわ、これはちょっとやばいんじゃないですか、って僕も言ったりとかしたこととかもあるんで、 んですけどこれ面白い現象であれだけ露出して YouTube とかで取り上げられて百何十万もその登録者がいると影響力あるからその垂れ込みが来るんですで垂れ込みの中にはもちろんその嘘みたいな垂れ込みも来るんだろうけど信憑性これどうなのみたいなのも来るんでしょうけど今ほら iPhone とかで撮れるじゃない写真とか動画が。 それ付きで来ちゃったりすると、もうこれ本物だって、ねそれが実は週刊文春とかね、そういうこう、暴露系メディアとかには昔から来てたんだけど、それが直接ガーシーとかに来るようになっちゃってるわけですよ。